información. このゲームはエスタディオアステカで行われます。収容人数は8万7000、数々の激闘の舞台となったメキシコ随一のスタジアムです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。マサトランはこの試合 5-3-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。いや、非常に守備を意識してますよね、はい、この後ろに5人配置するということは、うん、完全に相手の攻撃のスペースを消しに行ってますから ねこのシステムの攻撃時は基本守備人数をかけているので前線の3人が行えますよね。ですので必然的にトップの能力が必要になってきますよね。はい、いかにもトップが重要な感じがしますね。この場合基本クリアから前が拾って決めてくれればラッキーみたいなところはどうしてもありますから、はい、トップはある程度一人で打開できる力といかにチャンスで決められるか、うん、そこが重要になってきますよね。そうですね。キックオフスタート。マサトラン対 FC 東京、エキシビションマッチが始まりました。やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどね。うん、思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。まずは立ち上がりです。徳本、アダユートン、塚川、裏へ届くか、自分で行く、さあ一気にカウンター、キックで空落ちてクリア、長友から塚川、入れてきた、ここはつながりません。お、いい形じゃないですか。折り返す、これはクリア。いい展開ですね。ここは笛が鳴ります。いや、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。レフリーの注意が入ります。再びセットプレーのチャンス、さあ誰に合わせてきますかね。先制、 FC 東京。フリーキックから頭で合わせてきました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。ゴール convertido en el minuto 9 número 15。
さあ FC 東京早くも1点先制と幸先いいですね。いやこれはいい時間に点が取れました。ミドル触る。いや今のは北澤さんキーパー素晴らしかったですね。これは素晴らしい反応でしたね。決定機を阻止しました。おーショートですね。ジエゴ・オリベイラここは対応します。マサトランはちょっと思い通りに進まなかったと思いますけれどもここからの試合運びはどうでしょうか。早いと追いつきたい気持ちはあるでしょうけども焦らない方がいいですよね。まだ序盤ですからね。木本奪われると危険な位置。さあこのセカンドボール長いボールを入れます。塚川マサトランとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。長友へ とこれはつながりません。さあ上げる中央へ。いやー追加点 FC 東京追加点が決まりました。これで差は2点。クロスからのボレー決めてきました。これはいいボール入ってきましたしシュートもしっかり枠に入れてきましたよね。クロスもシュートも非常に精度が高いですよね。さあ FC 東京得点を重ね2対0という展開。 FC 東京としては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね、はい、ここは競り勝ちます。スルーパス絶好の位置で受ける自分で行く木本これはいい守備です。これは奪い返します。長友小泉ここは守備の対応。アダイウトンへ。さあもう30分になろうとしています。サンソレス仕掛けるか。さあチャンスいけるか。シュートきた。あと1点のところまで詰めてきました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですしちょっと相手がついてこれなかった感じですかね。見事でした。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。いや素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい。ミドルすごい反応を見せました。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。ジエゴ・オリベイラ得意のミドル。中川マサトランがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもせめていい形を作って後半につなげていきたいですよね。
アダユートン一歩も引かないですね。中心ファウルを取りました。これは合いません。スルーパスを出す。マサトランカウンターを仕掛けていきます。スペースを使う。アダユートン小泉へ渡ります。パスの切り替えも早いですよ。Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. Tsukagawa. Tsukagawa から左サイド。うわ、展開早くなってきましたね。小泉、流れを止めます。これ仕掛けるか。シュート。と。非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。前半終え2対1。しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。いや、盛り上がりましたね。ですが今 2-1 ですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。マサトランとしては後半もね、今の状態をキープしつつ、もうさらに踏み込んだところで相手の隙をついていくというかね、そういったアイデアが必要になりますよね。マサトラン対 FC 東京では、この後も引き続き試合をお楽しみください。後半です。リードはされてますけども、十分時間はあるので、しっかりボールを握ってペースをつかみたいですよね。この後半最初の時間帯は重要になりますよね。はい、これは笛はありません。さあ、カウンターのチャンスになります。柔らかいパス仕掛けるか。ここで同点に追いつきます。これは熱い一発になりましたよね。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙いゴールでしょうね。見事な同点劇を見せています。いや、これは面白いゲームですよね。はい、追いついた方が勢いがあるので、若干有利かなと思いますけども、ちょっとどっちに転ぶのか難しい展開ですよね。ここからカウンター早いですよ。これはどうだ、いけるか。 FC 東京カウンターを仕掛けます。長友、スペースへ。いいボールですね。中揃ってた。シュート来た、勝ち越し FC 東京。キーパーが弾いたボールを押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んで、いいゴールでしたよね。アダユートン、今日2点目です。さあ、 FC 東京ここでリードを奪いました。
まいですね。アダイウトンへ。ここは通しません。塚川、裏を狙う。これはいませんでした。アダイウトンへ。La cantidad de espectadores de este partido fue de 80.113. FC 東京はベンチに動きがあります。どうだ、ヘッドだ。いや、北澤さん、これはいいセーブでしたね。いいパー、ファインセーブでしたね。よく止めましたよね。素早くボールにアプローチ。さあ、ディエゴ・オリベイラ、フリーだ。コーナーキックのチャンスになります。ショート上がる、頭ドンピシャで合わせてきましたがゴールならず。惜しかったですね。はい、クロス良かったですよね。あのタイミングだとディフェンスも難しいですよね。いボール、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。チャレンジしたところ、これはファールではありません。裏を狙っていきます。トレビザン、このボールをカットします。さあ、繋がるか。ここは繋がりません。東、すぐにチェック。フリーにはさせません。塚川、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。両チーム同じタイミングで動いてきます。ボールが上がる、止めてきた。ボールはクリア。徳本、この試合ですでにアシストを記録しています。積極的なディフェンス。サンソレス、これはファールです。これはイエローを食らってしまいます。マサトランとしては自力で自分たちの流れにするにはどうすればいいか、はっきりした方がいいでしょうね。ちょっと伸びてしまいました。ここはすぐ奪い返します。ここで収まる。柔らかいボール。さあ、裏を狙っていきましたが、これは合いません。
マサトランとしてはまだ時間ありますからね。形は作れているので、なんとか1点こじ開けたいですよね。FC 東京が最後のカードを切ります。このタイミングで攻撃的な選手を入れてきました。オフェンス面で違いを出していくということですかね。はい、リードしてるんですけど受けに回ってしまうと失点の可能性もありますからね。もう1点狙いに行きたいんでしょうね。青木サイドのスペースへ走らせる。ここはカットします。このスルーパスは通りません。これは合いません。青木木本マサトランはこの僅差まずは追いつきたいところなんですけれども、どうでしょうか。あと1回2回あるかのチャンスですからね。仕掛けなきゃいけない状況ですよね。これはアダユートンへ徳本青木ここで前を向けるか。振り抜いた。素晴らしい反応でした。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。ここは繋がりません。マサトランとしては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪ってシュートまで持ってきたいですよね。小泉から左へアダユートンへ。キーパー前へ蹴り出します。勝負のシーン。まだある。シュート。この時間帯ですからね。ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね。このボールどうだ。足元のクロス。ここで笛です。3対2。わずか1点の差で負けてしまいました。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。マサトランとしてはいろいろ敗因というのはあると思うんですけども、やはり前半立ち上がりの失点、あれでいきなりプランを崩されたのが大きかったですよね。はい、そうですね。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りします。